はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回ではですね、布巻きモシンの色吹きをやっていきたいと思いますということで、前回 AMD のお次に布巻きモシンですよね。ザイツェフカスタムです。ちなみにね、ザイツェフモシン、まだアパー初心者のために言いますと、布巻きモシンはザイツェフを購入すると自動的に通常モシンはこれになります。通常モシンというかウィステリアとかエングレイブとかでなければなります。これね、これじゃなければ、究極モシンでなければとりあえずなるんで、布巻きモシン相談数は一発プラス倍率が若干変わるというね、ザイツェフのモデルになります。はい、こんな感じですよね。まあね、一見普通はモシンと変わらないんですよね、確か。ほら、相談数、まあこういう感じで、まあ相談数、パッと見相談数だけが違うように思えるんですけど、倍率が違うというのがありますので、一概に全部一緒ではないです、布巻きモシンは。モシン種類ある割には一緒じゃないっていうね、のが結構多いんで、皆さんご購入の際はお気をつけてください。ちなみに大会で使えるのはこのね、ザイツェフカスタム、モシンと布巻きモシンになっておりますんで、究極モシン持ってる方は注意してください。はい、そんなわけで今回もこの武器でやっていきますよ、皆さん。やっていきますよ、もうね。私モシン、ちなみにそんなに使えるわけではないんで、あんまり期待しない方がいいです。さあ、それではクイックチャンネル行きましょう。さあ、今回の、マッチ構成中の残り時間は30秒ということで、30秒で何のお話をしようかなっていうと、最近あったちょっと悲しい話をしましょう。最近あった悲しい話はですね、アバで話しますと、この間殲滅というか爆破をよくクイックチャンネルやってたんですよ。で、殲滅で腕慣らして爆破行ったんですけど、爆破でちょっと遊んでる時に、味方がね、使えないとかなんだの文句を言うっていうね、ものを見てしまって悲しいなって、未だにやっぱこういうことがあるんだなっていうのがね、やっぱり爆破クイックチャンネルであったんで、ちょっと悲しいなと思いました。おお、1分伸びた。じゃあ、こっからのお話をもっと盛り上げていこう。そのね、爆破のやつ見てて、でも悲しいなと思いつつ、俺もね、あんまりこう横からいや、それはダメだよとか言うのはね、そういうことはあんまりできずにね、何も触れないようにして見てたんですけど、一人の、ね、男の、階級はね、小位何歩だ、あれ、3か4の高校がね、いや、そういうこと言わないで楽しくやろうよっていう風にね、一人言葉をかけてたんですよ。いや、すごいこの子はいいなと思って、結局その子なんか強制退場投票をかけられてたんだけど、全然それはね、拒否で、なんとかその子は最後まで居座ったんだけどね。やっぱりね、その初心者がいても、クイックマッチチャンネルのバカって結構多いけど、初心者がいてもやっぱ楽しくワイワイやれるようにね、8対8ですから、人数も多いことですし、楽しくやれることがやっぱり一番かなと思います。勝ち負け大事ですけど、それ以前に楽しめなかったらゲームではないですね。なので、やっぱり皆さん、他人に文句を、チームメイトに文句を言うのは控えましょうとね。どこかでグッと我慢して大人になろう。そんなわけで今回行ってみましょう。いい話になっちゃったね、最後はね。はい、そんなわけでやってきました、コールドケースでございます。ちなみにですね、さっきね、一回やってたんだけどね、グラボのね、NVIDIA の環境設定を間違っていたので、取り直しになりましたよ。結局ね、最近アップデートしたでしょ。あれに騙されたよ。もう難しいんだよ、こういうの。難しいんだって。ちなみにですね、モシンのね、メリット、デメリットといえば、メリットはね、もちろん皆さんご存知、このね、のぞく速さ。で、なんといっても、この見えない。この一撃率ですよ。そして、結局の速いところで。デメリットはこのリロードですね。長い。こんなね、ちまちまリロードしてなったら、1回のリロードで、全部弾が入った方が、個人的にはね、嬉しいです。あと何が強いって、ジャンプ位置がね、やたらまっすぐ飛ぶ。これが飛ぶ。さあ、見せたいんだけどな、ジャンプ位置。なかなか敵が視界に入ってこない。こんな感じですね。こんな感じでやたらまっすぐ飛ぶって、ね、本当にありえないの。ぶっちゃけありえない。このくらいね、SR じゃない、SR を崩壊させるような感じになってます。あ、ちょっとゆっくりな。ちょっと待って、俺下手くそなんだけど。ちょっと待ってね。なんといっても遠距離でも落ちるっていうのがね、最大の特徴なんですよ。こんな感じです。どうなってんだろう。あともうちょっと。
か、そのまっすぐ飛ぶっていう、それがすごい強いですね。ノースは、おさるとまっすぐ飛ぶか、本当に下手くそだ。これ多分動画見てる人思うけど、本当に下手くそなんだなと思うよ。本当に下手くそなんだよ。なんか難しいんだよね。ただストッキングがいらないから、走りながら打ったってある程度の距離は当たっちゃうっていう、そういうね、そういう強い部分をもっと引き出していかないといけないね。本当にある程度の距離は全然こう、この距離だったら全然こうやって、あっ外した。あでも今全然バスで飛んでましたよね。なのでね、ああいう距離でやったら、こう普通はストッキングを当たることが勝てるような場所を完全にスワップするぐらい、あの、あれが本当に強くて、本当に引っ掛けてる。いた！うわぁ！あと足も速いんで、とても機動性がいいんですよね。ここ来るかな。あー当てたけど、あの削り方は多分あの位置から足までブレましたね。おそらくブレで、まあブレしかたない。来ないかな。うわっ、ほんとも当たんなかった。まあどうしようもないとかはどうしようもないんですけどね。こういう点では DSR の方が万能なとこは万能なんです。あと今回で言うのは忘れてたんですけど、カメラがね異常でね、あこれの音、カメラがあまりなんか調子良くなくて、あこういう時にリロード最悪だねこれね。相手のリロードだとやっぱりこう5発でもいいから全部入った方がやりやすいよね。一発だけ入れたって結局その場しのぎになっちゃうから、その次が大事だもんな。カメラがね、やばい、カメラがね、なんかね体勢がちょっと悪いのかな。どうし、そんなことだね。あともう3キル、やばい、ちょっと騙しないよ俺が。キャンセルしようと思ったらキャンセルでいいなって打てばよかった。さあ今回のラストキルは誰が取るんでしょう。ああ俺じゃなかった。はい、さっきのなければね、さっきのなければね。というわけで 23.5 の9ですね。結構いい成績だったね、だったね、まあ、なかなか珍しいです、この成績のコスも。まあ在地フカスタム、まあ、6発でねすごくまあ汎用性が高くなっておるんですけど、連射力クイック、あとはクイックチェンジやスコープ展開が早いんで、まあ、弾数すぐ打っちゃうような武器になってますね。やっぱり連射力いいんで、なのでまあ6発でもうまあちょっと不満に感じるところありますけどね、 FR とかと比べると。まあ大事に使っていけば別にその6発というものはとても大きいメリットになるのでね、非常にすごい高く、どこでも使えるような武器になってます。あと遠距離も足でなければ胴体では基本的に落ちるようになってるんで、最近防弾が変わって少し耐えるようになったっていう話も聞きますけど、そんなことなく結構落ちます。本当に DSR は本当にちょっと落ちなくなっちゃったけど、もう落ちますんで、足にさえ当てなければ、足は本当に 6,7 割ぐらいしか削れないんで、あまりおすすめしないんですけど、まあそういう点で削れちゃったらもう何なんだって感じになっちゃうから。ただそれを上回るくらいのジャンプ打ちの精度ね、あとノンスコ、あとストッピングのリラナーさ、この3つがでかいね。やっぱりこの武器は 99.5 って意味わかんねえもんな、機動性、まあ、こんくらいは本当に強いです。今のアバでぶっちゃけこの模試以外を使うメリットがあまりないです。そのくらい強い武器になってますね、正直な話。PGM とか使ってるのメリット何だって言ったら、まあ一撃率がいい、まあ、火力がいいのと抜きしかないかんな。そのくらいだかんな。本当にモシンとかと比べると、目劣りするっていうか、なんか結構劣ってる部分が目立ってしまいますけど、本当に今のアバであれば、実際うまくなりたいんであれば、モシンだけを練習してても、まあ、ぶっちゃけ悪くないと思います。
本当にもし一択のレベルで強いんで、皆さんもしね SR 今迷ってる方はもし持ってる人であればあのもし練習してみてください。もしね持ってないんであればあの買ってください。買ってくださいっつうかあのガチャでね全然あるんで。ガチャあるよね。あるよねガチャね。ごめんなんか不安になってきた。ガチャ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 。今例えばアバスポーツやってるんでこれも手に入ります。必死になってアバスポーツやってれば面白くねえよな。でもなぶっちゃけなアバスポーツなあれな、なんか劣化しちゃったな。昔はもっと飛べたのにいろんな意味でねえ。もうアバスポーツな。ちょっとね私アバスポーツにちょっと話変わりますけど熱が冷めてしまいまして、もう全く、まあ、それは置いといて、もしありましたね、ここにあるんで99回まだまだ当たんねえよ。ありますんでね、ここにもありますし、通常モシンはこれ買って布モシンできますし、あとはあのレッドチケットのこのね、あレッドチケットどこだどこだ、レッドチケットにはないのかな、多分ないのか。あったあったあった、200枚でこれありますんで、ぜひね貯めて買ってください。いろいろ手に入る方法ありますんでね、無課金でもありますんで、レッドチケットっていう方法がありますので、あとはボックスもしょっちゅう出てきます。なのでそちらをねこう狙って当ててみてください。非常に強い武器です。買って損は一切しません、使わなくても。なので皆さん、ぜひ狙ってみてはどうでしょう。ここまでとなります。お疲れ様です。次回はね、このライジンを、なんか皆さん最近やりやりうるさいこのライジンをね使っていけますよ。やりますよ俺、強いからねこれね。なので、期待していてください。ここまでとなります。お疲れ様です。